はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日選定していく木はこちらの木になります。じゃん、はい、日向水木という木ですね。こちらの方の夏の選定をしていきたいと思います。では行ってみましょう。今回のモデルさんはこちらの日向水木になります。樹高はだいたい1メーターには満たない程度ですけれども、こうやって上から見ますと葉張りがですね、だいたい2メーター弱ぐらい、結構大きいですね。で、こちらの日向水木、以前にご紹介した土佐水木に少し似てる葉っぱですよね。土佐水木はもうちょっと木に背が高くなりますけれども、これはもう低木ということでかなりね低めには収まります。そういったものなんですけれども、最初に植えた時よりかなり大きくなってしまうんじゃないかなということでね、剪定が必要になってきます。今夏ですけれども、この時期に剪定するメリットっていうのは何かというと、完全にもうあれです、姿を整えるってこと、それからこれからね形成される花芽、これを大切に養うことができるということです。ですので今回は樹形を小さくすること、暴れてる枝をね落ち着かせること、それからできるだけ落ち着いた枝の先は切らずに来年の花を養うような剪定っていうことを心がけてみたいです。それではね、これから剪定していく前に、いつものように恒例のどれくらいの樹形にしたいのかっていうことをまずイメージしていただければと思います。で、こちらのお庭に関してはかなり狭いスペースに植えられてます。で、こう言ってみていただくと、園路がこちらで、こっからが植栽スペースなんですけれども、かなりはみ出してしまってる状態です。このまま放置するととてもね歩くのにも邪魔になりますし、これからさらに巨大化して小さくしにくくなるので、その辺も含めてできるだけ追い込んでみたいと思います。それからこちらもねフェンスを越えて伸びようとしちゃってますんで、できるだけフェンスの内側で収めるような形にしていきたいと思います。樹形としてはですね、これぐらいのサイズ感ですねに収まってくれればいいかな。ただ多少ね出っ張り引っ込みっていうことがあった方がナチュラルな雰囲気が活かせますので、その辺はあんまり窮屈に考えなくていいかなとは思いますけれども、そういった形でできるだけ小さく、これぐらいの感じのイメージで収めていきたいなと思います。はい、それではこれから剪定していくわけですけれども、まずいつものように上に立ってる強く伸びてる枝ですね、こういった枝から注目して、こういった枝を元の方までたどって抜いていくっていう、抜いていく、まあ切っていくねっていうことをやっていただきたいです。じゃあまずこちらの枝をこうたどっていきます。たどっていくとどっから生えてるのかなっていうと、こうやって内側から行って、ここから生えてます。ちょっと見にくいかな、ここからね。ですので極力こういう強く出てる新しい枝、こういう枝を放置すると伸びてしまうので、この元から、他の枝があれば元から切っていただきたいです。はい、こういうことですね。はい、こうするとこの枝がこう抜けてきます。はい、じゃあちょっとここに今置きますんで、これぐらいの長い枝を一気に抜くっていうことですね。はい、じゃあ続いてこちらもやっていきます。今度この枝ね、この枝も高く伸びてます。こういう枝を放置しておくとどんどん樹形が大きくなってしまいます。ですのでここも元まで行って、ちょっとここも見にくいけど、この下生え際ね、生え際から切ります。もし生え際に手が入らなければ、生え際じゃなくて、まあ見えるところのね、こういったところで切っていただいてもいいですけれども、できるだけ下の方で切っておきます。そうすると強い枝が伸びにくくなってきますので、ここで切ります。はい、こういう枝が抜けてくると。はい、そんな感じでまずは高いところを攻めていきます。じゃあ次ここですね。はい、じゃあ次ね、ここね、ここも元に戻っていきます。こう見てわかる通り、途中で枝分かれ分枝してないですよね。こういう枝は本当に放置しておくと大変なことになるので、できるだけ早めに抜きます。で、これはここから生えてんです。ここは実は去年切ったところ、冬に。ですのでここから春に急成長して、春から夏でこんだけ伸びちゃってるってことです。ですのでここで切るんじゃなくて、さらに下で切ります。さらに下に行くと、ここで一回枝分かれしてますね。はい、ここでしてるんで、ここで枝分かれしてるところで切ってもいいですし、さらに下まで戻っていって、ちょっと見にくいかな、ここの元で切ってもいいです。ただここに枝が全くなくなっちゃうっていうことがもし考えられるのであれば、こういう小枝ですね、小枝のところで小枝に切り返し線、こういうやり方をやっていただいてもいいです。ただここだとちょっと
残した枝がこんな感じになるので、ちょっと長いなって思えば、このさらに下の分子点、ここですね、ここの分子点でこう切っていただく、こんな感じにしてもいいと思います。極力、まあ、弱い枝、今残した枝はこういう枝です。こういう弱い枝が残ってくれればそんなに成長しないかなって思います。はい、そんな感じでね、今ここら辺立ってるものがなくなったと思います。そうすると平たくなってきます。こういう感じでまず立ってるものを全部元の方で抜いていくっていう作業をします。はい、それで今度、まあ、この前面ができたとして、今度こうやって上から見てください。そうすると遠路はここからなんですよね。で、ここから出てるものは全部邪魔っていう風に考えて、強く出てる、横に強く出てるものを抜いていく、切っていくっていうことをします。例えばじゃあここの枝いきます。この枝を邪魔だからといって遠路のところでここで切りましょうとか、こういうことはしないでください。極力ね、これやっちゃうと、まず一つ目の良くない点は、この葉っぱの上少し軸を残してしまって切ってる、これが不自然に見える原因なので、切るならこうなんですね。これ切り詰め剪定って言いますけれども、葉っぱのギリギリで切る、そうすると切ってない感じに見えますけれども、これでも硬い印象ですよね。いかにも切ったなって感じがするんで、こうじゃなくてここもできるだけ元の方まで戻って、元がどこから出てるのかなって確認します。そうすると結構元近くで分子枝分かれしてます。ですので、方向のいい枝のところで切り返し剪定するんですけれども、例えばここで切り返し剪定しちゃうと、ここ一回してみますね。すると90度みたいな感じになりますよね。これってなんか不自然な感じにすごく見えるんですよね。なので切り返し剪定するならここの方がいいですね。ここの方が角度が鋭角です。ですので切った感じにあんまり見えないという感じです。ただここ今残しましたけれども、これでも遠路から出てしまうような形なので、できるだけもっと下の方で切ります。そうなってきた時にここに枝がありますね。この辺にね、細かい枝、こういう枝を残してあげて、ここのところで切り返しの剪定をかける。とそうするとこういう枝が先端になっていく、自然に見えると。この枝先を切らなければね。引き続き今度この辺も出てますね。この辺も出てしまってるので、この辺の処理をしていきたいと思います。ここも同じでこう戻っていって、遠路ギリギリで切るんじゃなくて、遠路よりもっと奥側で切りたい、奥側でいい感じの枝分かれをしているところで切りたいってことですね。こうやって戻っていくといい感じの枝分かれがないですね、ここね。で、ない時は枝がどうしても欲しければ、こういうところ芽があります、こういうところで切り詰めてもいいです。ここで切っておけば、ここからまた出るので、その小枝で今後の樹形を作っていけるってことができるんですけれども、もっと、まあ、ここに他に枝がありますので、もっと奥まで攻めます。そうするともうここ元からになっちゃいますね。ですのでここは元から切ってしまいたいと思います。はい、こんな感じでも何もなかったような感じの仕上がりになります。はい、それではね、今この辺出来上がってきました。この流れで他のところも押していって、少し前面を完成させちゃいたいと思います。はい、じゃあこの辺、まあここ立ってるんで、ここはこう元の方まで行って、できるだけいい方向の枝のところで切り返しをします。こんな感じね。はい、この枝を残す感じです。はい、次はじゃあ今度この枝も元の方まで戻っていって、できるだけ戻っていっていい方向の枝、ここかな。はい、ここで残すか、もっと下の方で切ってもいいです。もっと下の方で切ると、一段下だとここになりますね。はい、ここでもいいです。こんな感じね。はい、そうしたら次はここちょっと立ち上がってるんで、ここちょっとやっちゃいます。ここを戻っていって、できるだけいい枝分かれしてるところまで、ここで一回枝分かれしてます。ここで一回切っときますね。はい、こんな感じです。それでここで切ったんですけれども、ちょっとやっぱ武骨に見えるのであれば、さらに下の方まで戻って、ここちょっと見にくいです。ここから戻っていっ
って、もう元の方、ここから切ってもいいです。はい、こんな感じね。はい、ここがだんだんなくなってきました。次、今度ここ行きます。この横に伸びてるもの、これも元の方に戻っていきます。戻っていって、で、ここで去年の冬切ってるんですね。ですので、さらに下まで戻ります。で、ここにも枝分かれしてるんですけれども、ここの枝は不自然に上に立ち上がっちゃってて、ここ残しても格好がつかないので、さらに下まで戻ります。さらに下まで戻って、ここで戻っても、ここにも立ち上がっちゃってますね、また。ですので、もうこの枝は、もう元からいらないということで、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、ここで切ります。はい。それで、こういう枝が抜けてくると。こういう枝が抜けてきます。はい。じゃあ、続きまして、今度ここですね。この枝戻ります。こうぐーっと戻っていくと、ここに分支点があります。で、この枝は小枝で、いい感じに収ま、こう柔らかい感じに収まりそうですので、この分支点のところでここで切ります。はい、ここですね。はい、じゃあ次はこの枝、この枝もこう戻っていって、どこがいいかな、この枝を残してここで切るか、それともこの枝を残してここで切る、そうですね、どっちがいいかな、じゃあここで切ります。はい、こんな感じです。ちょっと切った感じに見えちゃいますけどね、まあ、ちょっと枝を少しだけ残すようにしました。はい、じゃあ次ここです。はい、この枝、こう戻っていって、ここは全く分枝分かれせずに伸びていって、ここから出てますね。ですので、こういったところは、まあできれば元から抜きたいんですけれども、どうかな、抜いていいかな。まあ一回ちょっとここで元から抜いちゃいますね。はい、ここで抜きます。ただ、ここの枝、今度また残ってしまいました。こことここの枝強いですね。ですので、今切ったところは、この枝の付け根のここで切りましたけれども、この枝自体もいらないと2つね、太い枝。こういう強い枝は残さないようにということで、切ると、ここに細い枝があります。ここにあります、この枝。この枝を残すようにここで切り返します。強いところを抜いて弱い枝に切り替えていく。こういうことですね。はい、そうするとこの枝が抜けてくる形になりました。そうするとここが伸びてた枝が肩が張らなくなって、自然にこっちに押せるような形になります。はい、そんな感じでもうちょっとここもやってみましょうか。ここもこう戻っていって、できるだけ元の方で分枝してるところで切ると。なのでここは、じゃあここの切り返しポイント、ここで切ります。はい。ちょっとね、枝が曲がっちゃってるんですけれども、まあ、遊びということでここは残しておこうかな。はい。今ね、ここ切って残した枝なんですけれども、やっぱり方向が悪いです。すごく不自然に見えるので、ここはもう元から抜いてしまおうと思います。はい。今ね、ここで切りました。そうすると、ここの枝が抜けて、で、この枝、残った枝は、先を切ってない状態になります。はい、こんな感じですね。はい、それじゃあね、この辺で生きてきたので、ここの部分ですね、ここの部分もこれぐらいのサイズ感にしたいので、ここに出っ張ってる肩の部分を切っていきます。そうするとここを少し戻っていって、邪魔な枝を戻っていって、より弱い枝、この枝に切り替えていきます。ここで切ります。はい、切って、ただ切った枝、残った枝がこんな感じ、ちょっと長いですね。そういう場合はもうちょっと一段下で、ここの枝ばかりしてるところ、ここを残して切ると。はい、こんな形です。そうすると何もなかったような感じに見えます。はい、でそれからもうどうしても今枝先を切らないようにやってますけれども、残す枝が長すぎて枝先を切らざるを得ない、そういった時は極力葉っぱのギリギリ上で切ると。ここで切れば切ってないように少しは見えます。もっとこの下でもいいです。ここで切っても
切ってないように遠くから見れば見えると思うので、最悪残した弱い枝が伸びすぎちゃってる場合は、先を詰める場合、切り詰める場合はこういった形で切っていただければと思います。こんな感じで今ここいい感じにまとまってきました。その流れでいくと今度ここが出っ張ってます。ここの部分を処理して前面を終わりたいと思います。はい、そしたらまずここの一番強いところ、これかな、これからいきます。これを元の方まで戻っていって、でそうするとごちゃごちゃしてますけれども、ここで分枝してますね。ここで分枝してる。一回ここで切るとするとどうなるかっていうと、この残った枝、この残った枝が立ち上がりすぎちゃってて格好が悪いです。ですのでここももっと下で切らなきゃいけないとなると、この元で切るしかないんですね。一回ちょっとここで切ってます。ここで切るとこの枝自体はなくなってすっきりするんですけれども、この枝が残っちゃってるんですよ。この強い枝、これを処理しなきゃいけない。そうするとそもそもここにある枝自体がいらないと、肩が張っちゃってるんで。そうするとこの枝自体をもっともっと奥の方まで戻ってきます。もっと奥、ここで分枝いくつかしてますけれども、ここで残すよりもさらにもっと奥まで行きます。そうするとどっかで分枝してないかなって探すんですけれども、全くないと、分身が下まで。そういった場合はもうできるだけ下の方のこの芽のところとか、こういったところで切り詰め剪定、これをやっていただいて、こっから新たに芽を出させて、枝を出させて、こっからここの枝を作っていくっていうことができます。ただこれをやってもここの切り口が目立つよっていうのであれば、もう元から抜いてもいいです。とりあえずここは一旦これで残しておきたいと思います。この部分の枝が、強い枝がなくなりました。そうするとここの枝が残りましたね。今度はここの枝をいきます。ここの枝も全体の仕上げたい樹形、これぐらいのサイズ感なので、ここよりも内側で切らなきゃいけないです。そうすると1個目の候補としては、ここに枝があります。この枝、この枝がどっから出てるかっていうと、ここの部分で分枝して出てるんですね。ここで1回切ってみますね。はい、切ってみますけれども、残った枝の先、これがやっぱりまだ長いと、そういうことがあるので、さらに1段下で切ります。ここですね、ここで切ります。はい、じゃあここで切るとどうなるのかっていうと、この枝先が残ってます。そうするとここもまだ長いです。しかも上に立っちゃってるような枝なので、じゃあもっと下でいらないじゃんということで、さらに戻ります。戻るともうここそもそもいらなくなっちゃうんですね。ですのでここの元から切ることにします。はい、そうするとちょっと引いてみると分かると思うんですけれども、ここにあった強い枝がなくなります。でそれでいてこの枝先、弱い枝先は切ってませんので、自然な感じに収まってくるかなと思います。それでは残りの方を剪定していきたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。
このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信をしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。